川瀬みなみです、はい。今回は私が今年の目標の一つとしても掲げていたビーガン料理についてのお話をしたいと思います、はい。なんですけど今回は私がビーガン料理を作ってみるとかそういうことではなくてチェーン店とかファストフードで最近すごくプラントベースのメニューが出ていたりするのでまず自分で作ってみたりとかする前にそういうところのものを食べてみてちょっと参考にできないかなとかいうのも思いつつ結構手軽にもうそういう全国展開のねお店でプラントベースのご飯が食べられるっていうのはすごいいいなと思ったのでいくつか食べてきてみました。私は基本的に朝と夜は自炊をしているので昼間に出かけていた時にちょっと一人で軽くランチをしたいなっていう時にそういうところに行って食べてみたんですけど、本当に手軽だしやっぱりどこにでもあるようなお店が多かったりもするので本当駅近とかで便利だしやっぱファストフードだったりするからすぐ食べられるしそうでまあ一人でも入りやすいからなかなかそのビーガンのレストランとかそういうところに一人で行くっていうのもねなかなかしづらかったりとかもするのでそういう手軽なところでそういうチョイスがね簡単にできるっていうのはすごく便利だなと思いました。もう完璧なビーガン食っていうよりはプラントベースっていう風に結構表現してるところも多くて、ビーガンの方も食べれたりすると思うんですけど、動物性の食品を使ったものを作ってるところと同じ工場とかで作ってたりとか、基本的にプラントベースで、がっつりお肉が入っていたりとかそういうのはないですっていうようなものなのかな。なんかみんな表示としてはそんな感じでした。でもそういう選択肢がねあることでお肉の消費を少しだけ減らせたりとかもともとじゃあビーガンですとかちょっとそういうプラントベースのものを食べに行きたいとかっていう人以外の人もちょっと昨日食べ過ぎちゃったから軽めのものにしようかなとかお野菜のものにしようかなとかっていう風に思った時にそういう人にもそういうチョイスがしやすいというか選択ができることでもちろん健康面っていうものもあると思うんですけどたまたま地球環境にもいいよね良かったよねっていうようなことにもつながったりするのかなっていうふうにも思うのでいろんな人が手に取りやすいとかいろんな人が身近に手軽に取り入れやすいっていうのはすごくいい傾向だなというふうに思いました。なので今回はちょっと私がいくつか食べてきたものとこのお店でもこんなもの出してるよとかそういうものも紹介できたらいいかなと思ってます。はい、ということでどうぞ。はい、まずはじめに IKEA です。 IKEA は店舗ごとにプラントベースのメニューを出しているんですが今回はお買い物ついでに原宿店に行ってきました。こちらは原宿限定メニューです。ドリンクもラテがソイラテしかなかったりして IKEA はプラントベースにとっても力を入れているイメージです。はい、コーヒーもこんな感じでサステナブル感出ていました。今回私が頼んだのはツインブロードのベジチーズソーセージとプラントボール、ミートボールのプラントベースバージョンのものですね。はい、とホットコーヒーです。どれも250円、200円、100円とお手頃だなっていう印象でした。はい、他のプラントベース以外のメニューと比べてもお手頃感があってミートボールもプラントボールの方が50円安かったりしてみんなが選びやすい値段になっているのがいいなっていうふうに思いました。味も美味しかったです。はい、ちなみに IKEA では今回食べたソーセージやプラントボールなども売っているので家で再現できるのがとってもいいですよね。はい、私も両方買って帰りました。 IKEA 原宿店は他の店舗よりもサステナブル推しな印象がして水が汲めるコーナーとかもあったりするので私もボトルに水を詰めて帰りました。はい、これはお家で後日コッペパンに詰めて作った様子です。続いてはモスバーガーです。グリーンバーガーというプラントベースのハンバーガーが発売されています。まだこれ1種類しかないんですけれども
バンズの中にほうれん草のピューレが練り込まれていたり、大豆由来のパテには野菜も入ってて美味しいし、トマトソースにも野菜が入ってるので食感がとってもいいです。ちなみにこのグリーンバーガーは五燻を使用していないということで、ビーガンという観点だけではなくて、さらに幅広い人にも食べていただけるようなものになっているのかなっていうふうに思います。フレッシュネスバーガーはザ・グッドバーガーというのを去年から発売しているそうです。今回は照り焼き味を食べましたが、今はアボカドが挟まっているものも新しく発売されているみたいです。そちらもすごく美味しそうだなと思いました。で、 100% 植物由来のお肉と糖質 45% カットのバンズを使っているみたいなので、とてもヘルシーな感じですね。はい、でほぼ全国全店で食べられるみたいです。大豆ミートにもすごくこだわりがあるみたいで、日本のスタートアップの会社の大豆ミートを使っているみたいです。はい、照り焼き味もとっても美味しかったです。はい、続いてドトールです。ドトールは全粒粉サンド大豆ミートです。はい、全粒粉のバンズがとても美味しかったです。はい、でソースがきんぴらと和風のトマトソースなんですけど、きんぴらがすごくシャリシャリしていて食感がすごく良かったです。で肉感はやっぱりちょっと薄いかなっていう感じはあったんですけど、ソースとの相性もすごくいいし重くなくて良かったですね。なのでさっぱりめのバーガー食べたい人にはおすすめです。でこちらもミラノサンドとかに比べてもお手頃なので、ぜひ軽めに食べたい時にいいと思います。ここからはまだ私が行ってないところの紹介になるんですが、タリーズのピタサンドはファラフェルです。はい、ここ一番はベジカレーがあるみたいで、大豆ミートのメンチカツなんかもあってとっても美味しそうですよね。はい、でロッテリアはソイバーガーが3種類あります。それから一風堂、こちらは期間限定みたいなのでもうないかもしれないんですけど、プラントベースのラーメンがあったみたいです。はい、それからファミリーマートですね。コンビニもこういったビーガンメニューが今増えてるので、私も食べてみたいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本当にどこもたくさんあるお店なので、簡単にね、そういうビーガン体験というかそういう感じにもできていいかなと思いました。まあ正直なところで言うと、全国展開のお店でも一部の店舗しかまだプラントベースの商品を取り扱ってなかったりとかっていうこともあるし、始めたばっかりだったりとか、そういうちょっと試しにっていうこともあるかと思うので、なかなかね一気にできなかったりもすると思うんですけど、まあ徐々にそれは増えていくのかなっていうふうにも思ってます。それとまあまだなんか1種類とかしかないかな、そのお店に、まあ、プラントベースのものが食べたいなと思ってもいつも同じものになっちゃうなっていうのとか、あとやっぱボリュームがすごいあったりとかするものが少なかったので、意外となんだろう、シンプルなハンバーガーに近いような感じのものが多いので、もっとボリューミーなものだったりとかがあったりとかした方が満足度が高かったりもするのかなっていうふうに思いました。なのでこれからどんどん2種類3種類と増えていけば嬉しいなと思います。でもやっぱりもう本当に手軽でそういうものをね食べやすいっていうのはすごくいいなっていうふうに思ってます。でこれからもどんどん身近なお店でプラントベースのもの、ビーガンの料理っていうのが増えていくのかなって思うし、もっともっと美味しくなったりとかしていくんだろうなっていうふうには思いました。はい、なので私もこれを参考にビーガン料理、プラントベースの料理挑戦していきたいなと思ってますので、これから私のその作る動画だったりとか、こういう食材を使ってみましたっていうのも紹介していけたらいいなと思ってます。ということで、ビーガンフード第1弾でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。